皆さんこんにちは、こんばんは、武田総理です今日も一緒に美しい文字を書いていきましょう今日のテーマはひらがなですねおですまあおの大人ひらがなと子供ひらがなの違いで分けて解説していきますみな、まあ、さんひらがなって何個もあるのって不思議だと思いますが子供の時に習ったおは大人が使うとちょっと子供っぽいかな今日はせっかくなんで大人の方が見ている場合はですよ大人ひらがなを覚えていってくださいね まあね、私個人的に「お」ってすごい好きな形のひらがななんで聞いていただければ嬉しいですさあ「お」を解説していきましょうまずはペン字で解説していきますねさあ今日も二葉書道へのマス目用しを使って子どもひらがなから解説していきます子どもひらがなは正方形で大きめに書くんですねさあこの段階でここがねか角がね2つになるんですよね私はねこことここのラインをね揃えるって決めています ま,あね、まん丸にはならないんですよね横長な丸なんですがこの時に内側にクリッと入れるんですが下のラインはねこう揃えてくださいさあ点はじゃあどこに置くべきかこれもね私決めてるんですよねここの1画目と2画目の交差点のラインと、まあ、右側のラインをね揃えるんですよねここの「交差点」って決めておけば点角の位置っていつも安定しますよねでもねこれを大人の方が使ってしまうとちょっと子供っぽい印象を与えてしまうので えー、子供ひらがなかららら大人ひひががななに切り替えましょう子供ひらがなと大人ひらがなの知恵は正方形じゃなく縦長になることなんですね少しスレンダーに描いていきますさあここをね首長くキリンさんみたいに長くしていきますでここがポイントですちょっとねこの段階で内側に入れておきますそしてもう丸を作らない大人っぽいですねそしてここねあんまり丸くならないようにやや角っぽくするとより大人っぽくなりますよねさあ ここの点まあこれは大体同じかなこのクロスする位置にこうやっておくとまあ全然雰囲気違っていきますよねもっとね面長にしてもいいぐらいですこういうふうにでね私のおすすめはねここがね狭くなることなんですよね縦が3に対して横が2でちょっと点をね右にずらすとちょっと上級者向けの「お」なんですけどこれねすごく綺麗になりやすいんですよね、うん、さあ続いて筆ペンで書いていきます さあ筆ペンで書いていきましょうまずは子供ひらがな子供ひらがなって結構太くねがっちりとして書くイメージですがここはねしっかり筆持ち上げてこの段階で筆かなり持ち上げて細くします細いですよねで細くしてここで初めて筆ひっくり返るんですがこれね後ほど大筆で解説していきますねこの返す動きが結構重要になってきますさあ今度は大人ひらがなですね 横線短くして首長くして内側に入れてここで返しますで細くして太くして細くするうんこうやって書くとおしゃれですね、まあ、ちょっとねもう少し上級者向けにするならここの長さに対してこう短くしますで点をねちょっと離すとねよりおしゃれになるかなまあ先ほども言いましたけどここの長さに対してここをね短くする、まあ、その分で、ね、点を離してあげるとちょっと余裕が出る、まあ、大人っぽい字になりますね 続いいいてて大大筆筆でですさあきましょう、まあ、先ほどね筆ペンだと分かりにくかったところも大筆だとね見やすくなりますさあここで細くします羽みたいにこういうふうに持っていくこの時にこうこう書いてこういくイメージですね私の手がね筆だと思ってくださいで筆細く羽みたいになってここで初めてひっくり返るんですねこうこうやって書きますわかるかな筆こうなって 細くなって裏返って裏返っ玉をこう書いてこうなります。もう一回書こうかな。ちょっと難しいですよね。このクリックするところだけ細くなって返って細くなってこういうふうになる。うん、これ覚えておきましょうね。さあ続いてね大人ひらがなですね。まあねちょっとセクシーに書いていきたいですよね。丸はねあんまりね大きくならない方がいいんですよね。 うん、はいこうやって書くとねまあなんてことないひらがなの「お」っていう字もかっこよくなりますよね以上ですさあいかがだったでしょうか「お」私ね「お」が好きだからなんかやたら「お世話になっています」とか手紙で書きたくなりますね何か分かりますこの形のなんかフォルムの美しさわかんないか <laughs> 私ねひらがなで他に好きなひらがなっていうと「あ」も好きですね あと、むも好きかな。逆に苦手なひらがなは、やっぱりぼ、わーぼんのぼ。あのぼって、何であの形にしたっていまだに疑問なんですよね。もっとかっこいい形あったと思うんですけどね。まあ、その中でおってすごいなんか好きな字ですね。ぜひね、このおをね、書きこなせるように頑張ってください。はい、以上です。もしよかったらね、まだひらがなもそんなにね、3文字目 4文字目かな忘れちゃったけどそんなにね多くは解説していないんですけどすべてのひらがなもすべて解説していきそして常用漢字2000文字すべて解説していきたいと思います皆さんもしよければこのチャンネルを一緒に育てていただければと思いますもしよかったらこちらから現れる丸いチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです以上ですどうもありがとうございましたバイバイ